インテリアの勉強もしたし、せっかくだから家具屋さんに行ってみたいんだけど、あらやだ、私ニトリとイケアと無印良品しか知らないわ。何の茶番が始まってるの？そんなあなたに、梅田で立ち寄れる、おすすめ家具屋さん、を一挙ご紹介しましょう。最初からそう言ってください。いくら興味があっても、お店を知らないとウィンドウショッピングすらできません。それはまあね、ファッションでもありますよね。ユニクロとハイブランドの間に位置する、ちょうどいいお店の名前を知らない問題、これを払拭すべく、Y が梅田に出た時、実際によく立ち寄るショップ様をリスト化します。お願いします。いい意味で初心者 OK なお店を厳選しますので、よかったらご参考にしてくださいませ。栄えある第1回はこちら、 JR 大阪駅からもろに直結、抜群に行きやすい立地を誇る超有名おしゃれ商業施設、グランフロント大阪だ。存在は知ってるけどあんまし行ったことないです。家具見るために行け。今日は Y と一緒に実際にお店を見て回ってみましょう。まあお買い物デートみたいなもんですよ。様子のおかしいインテリア店。それでは、張り切って参りましょう。まずは入り口に近いところから攻めるのです。グランフロント大阪、南館の4階だ。え、南館って何？ JR 大阪駅からグランフロントへ繋がる連絡橋を渡って、最初に入る建物、いわゆる普通のグランフロント大阪が南館です。さらに奥に行くと出てくる、もう一つのビルが北館です。よろしく。雑な説明。そんなことより南館4階にある家具のお店なのです。グランフロント大阪にあるインテリアショップ、最初のお店は、アーバンリサーチドアーズさんだー。おー、全然知らない。お洋服がお好きな方ならピンとくるかもしれません。人気ファッションブランドのアーバンリサーチさんが、何やかんやで家具も売り始めたのがこちらのブランドです。雑な説明。え、っていうかそれって大丈夫なの？興味本位で家具販売に手を出してみただけで、今も心は服にあるんじゃないの？甘いと言わざるを得ません。喫茶ドリアードの期間限定イチゴワッフルくらい甘い。うるさいな。ファッションブランドが気まぐれで始めた、片手間ライフスタイル業態と侮るなかれ、アーバンリサーチドアーズさんの家具は、なんと、元無印良品の家具デザイナー様、が手掛けておられます。そうなの？いい意味で、ブランド家具らしさと、無印っぽさが共存したデザインは、非常に上品かつ洗練された印象です。へーへーへー、写真もいい感じですね。ニトリイケア無印良品からは卒業したい。でもあんまりアバンギャルドな価格とデザインはちょっと、そんな控えめなあなたにおすすめの、半歩先を行った家具、それがアーバンリサーチドアーズなのです。おお、それくらいのやつが欲しくなる気持ちはある。具体的なおすすめアイテムはこのあたり、山小屋を意味するボシーシリーズのソファーや、シンプルなオーク材のシェルフなんか特に素敵です。清潔感とおしゃれさの共存っぷりたるや、もうこの雰囲気が嫌いな人はそうそういないでしょう。ああ、確かに素敵。おしゃれだけど余計な癖がなくて好感が持てますね。無印っぽいと言いつつも、実は本家無印良品では選べないおしゃれコーデュロイの針地でソファが購入できたり、シェルフ背面の黒いバーが、あれ、そんなの無印で売ってないぞ、という雰囲気を地味に演出してくれたりと、カッコつけすぎない上級者感を楽しませてくれる、それこそちょうどいいブランドさん、それがアーバンリサーチドアーズさんなのです。おお、意外とありかもな気がしてきました。様子のおかしいインテリア店。ガンガン参りましょう。エスカレーターを登りまして5階へ。ほいほい、インテリアショップ巡り、グランフロント大阪の2軒目はこちら、少年の心を忘れない君に捧ぐ、ジャーナルスタンダードファニチャーさんだー。ほほー、公式様が発表されているブランドコンセプトは、自由を超えたファッションのようなスタイルを提案する。とのことですが正直なんのこっちゃようわからん。ヴィンテージ重視を標榜する割に、ゴリゴリのミリタリー家財が豊富だったり、前触れなくボタニカルコーナーが大拡張されたり、気が向いたら架空のホテルのグッズを作ったり、なんか急にハンバーガーを売り始めたり、とにかく色々とつかみどころがないブランドさんなのですが、それがファッション感覚でインテリアを楽しんでみてってことなのでは。実際に長年付き合ってきた肌感で全体イメージを総括しますと、ミリタリー寄りの男前インテリアが豊富な、ちょい男子が喜びそうなデザイン群という印象ですね。男子が喜びそうとな、こういう感じだよ。ああ好き。何枚か見たらなんとなくつかめると思います。秘密基地とかジャンクパーツとかに憧れる気持ちにそっと寄り添ってくれるようなデザインセンスが非常に憎い。ハートをわしづかみにされます。かといってデタラメな中二病っぽいデザインではないのがジャーナルスタンダードファニチャーさんのいいところ。溢れるロマンを盛り込みながら、ちゃんとおしゃれ視点で見てもありよりのありという抜群のセンスでデザインされています。このかっこよさは買っても許されるタイプのかっこよさなんですか？安心して大丈夫です。ちゃんとおしゃれです。やったー、厳しい世界で生きてきたのね。そんなこんなでジャーナルスタンダードファニチャーさん、男子があの頃のロマンを追いかけて買い求めるのもよし、もちろん女性がお部屋のメンズライク要素として取り入れるのも素敵です。いいと思います。実際の具体的なおすすめアイテム例はこちら。せっかくなんだからジャーナルスタンダードファニチャーらしさが感じられる武骨でかっこいいアイテムを存分に楽しむチョイスがおすすめです。Y もそう思います。そして武骨といってもそこはさすがに家具ブランドさんです。視線が抜けるようにしたり、黒くて細いアイテムを活用して足元を軽くしたり、すっきり見える工夫が随所に施されているので、想像されてる以上に使いやすいですよ。ありがてえ。様子のおかしいインテリア店。さあどんどん参りましょう。同じく南館5階というか、ジャーナルスタンダードファニチャーさんの店舗で一緒に販売されています。国産アメリカンヴィンテージ家具の流アクメファニチャーさんだー。うおーん、え、ジャーナルスタンダードファニチャーさんと同じテナント内にごちゃ混ぜで売ってるの？うん、それぞれ完全に別のブランドさんなんだけど、以前いろいろあってお友達になったので。柔らかい表現だな。さあアクメファニチャーさん、古き良きアメリカ家具に敬意を表しつつ、現代風にリファインされたオリジナル家具は使いやすさがありながら雰囲気抜群。あ、やばい、これはちょっと本当に上等なやつだな。確かにドアーズとかと比べるとそこそこお値段は張るんですが、やっぱり高級感あふれる素材そのものの魅力や流行りすたりに影響されないデザインで、愛用できる年数がめっちゃ長いことなんかを考えると、安物ブランドよりも高級すぎるブランドよりも、 Y はこのアクメファニチャーさんくらいのラインが一番予算と満足度のバランスが良いんじゃないかなと思ってます。ほほー、確かにこれ飽きたら買い替えよ。
っていうタイプのデザインじゃないですね。奇抜は嫌だけどシンプルすぎるのも面白くない。本当にね、アクメさんはいつも絶妙のラインで楽しませてくれるんですよね。ブランドコンセプトは完全にアメリカン至上主義なんですが、アメ車のガレージにホットドッグ柄のネオンが飾ってあるセンスではありません。商品レパートリーは数あれどどれも非常に使いやすいデザインが多く、特にカフェ風やインダストリアル系とは相性が良いので、お好きな方にはめっちゃおすすめです。確かにインテリア好きな人のデザインって風格はあるけど、だからといって嫌味なわけではない感じですね。ワイホントここ好きで結構お買い物してるので、気が向いたらアクメさんだけの特集記事とか書くかもです。いや、今回だいぶ分かったんでもう大丈夫です。相変わらずツンツンよな。あ、最後に具体的なおすすめアイテム例だけ。ぐおー、確かにこんな暮らししてみたいなって思いますね。でしょでしょ、様子のおかしいインテリア店。次々行くぞー。同じく南看護会、歩いてすぐお隣の。サンダー。ずっと南看護会ですね。ここがグランフロント大阪のインテリアフロアみたいなもんなのでね。よくわかんなくなったらとりあえず、南看護会をぐるぐる回っとけば色々見れます。大雑把だなー。いでーさん、たまに無印良品の店内でも売ってるので、見たことある方もおられるかもしれません。そんなことあるの？無印良品といでーさんは、以前に色々あってお友達になったので、多いなそのパターン。とはいえ、無印の気分で無印に行って、いでーって何？欲しいのはこういうやつじゃない、となったことがある方もおられるんじゃないでしょうか。何言い出してんの？無印良品が、何も足さない何も引かないを徹底した、極めてシンプルな路線であるのに対し、イデーはかなりデザインフル、足しまくる、装飾の美学です。うわ、確かに無印さんと印象違いますね。ですので、ミニマル大好き無印良品インフルエンサー、みたいな生活に憧れて無印に行って、そこでイデーアイテムに出会ったとしても、あんまりピンとこないかもしれません。うん、ちょっとノリが違うかもしれませんね。でも、それは当然なんです。何もおかしいことじゃない。うん、どういうこと？イデーさんのブランドコンセプトは、生活の探求、美意識のある暮らし。昨今の断捨離ブームで、一般のご家庭は以前と比べてどんどん片付いてっています。実はイデーさん、みんなのお部屋が片付いたその先の未来、生まれた余白に理屈を超えて愛おしいものを足すことで、人生はもっと豊かで楽しくなる、そんなブランド哲学を持っておられます。へえ、そうなんだ。ですのでそもそもからして、無印良品が好きか、イデーが好きか、という二択の提案ではないんです。ほう、無印良品をベースに使ってお部屋をすっきりシンプルにまとめた後、生まれた余白部分に、自分らしさや個性、素敵な理屈を超えたものとして、イデーの商品を検討してみませんか？そういった意味合いのご提案、それが、無地、ミーツ、イデープロジェクト、なんですよ。はい、そうだったんだ。ですので実際イデーさんには、アート作品とかただのオブジェとかもいっぱい売っているのですが、絶対買わないアイテムとか結構ゴロゴロしてますね。これらを大量収集して、部屋中をごちゃごちゃさせろ、って言ってるわけじゃなくて、シンプルなお部屋へのアクセント要素、うちの理論でいうところの、晴れのプレッシャー要因、のアイテム専門店としてイデーを使う、そんな捉え方でお付き合いしてみると大変よろしいんじゃないかなと思います。はい、お部屋に楽しさや自分らしさを加えるための、前向きな装飾要素を提案してくれるブランドさんとして、イデーさん、よかったらショッピングに行ってみてくださいませ。わかりました。いいねチャンネル登録お願いします。